横浜ディレイレーサーカーリングラインナップの登場です。1番第世代号4渡来隆起、
皆さん、さん布袋寅泰さんにお願いします。毎シーズン期待させてくれるというのは、三浦監督のメントワーを私もここで見たい。今まで現状は満足はしてないので、なんかもうちょっとで、もう優勝できそうとか、もっといい位置に行けてそうっていう、あと一節のところはやめずなのに、勝ち切れないというのはどうしてもすごく悔しかったと思うんですね。まあ、今の上田さんには勝ち切れないところがあるので、まあ、今の上田さんは全然言えるんじゃないかなと思う。もう誰かが勝ち切れないというのは勝ち切れないというのは私は勝っていなかったということで、チームを一つにまとめて絶対にチームを勝っていってもらえないかなと。中野の西田のローリーズ、本当そうそう、ローリ
人みたいな人が出てきたので、新しい若手選手が、そうですね、自分の立場っていうか、自分の褒められるところなので、自分が会場で、若手の中でも、褒められるやらしくいるのが、すごい大事なのに、なるんじゃないかなっていうふうに思うので、やっぱりいいのかな、すごくいいと思います。あの一番と言われるぐらい、本当に勉強してるんですし、注目してもらってるでしょ、結果も残してるんだと思って。本当に勝ちたい方で、みんなで勝ちたいので、練習したんだから、必ず話してきたんだけど、そうそう
横浜DeNAベイスターズ開幕戦。